皆さん、こんにちは。本日は当セミナーをご視聴いただきありがとうございます。題して、絶対合格賞シリーズの Web Development Essentials Node.js サーバープログラミング応用編となっております。本セミナーは Node.js と SQL のパートを深く掘り下げて解説いたします。よろしくお願いいたします。こちらが本日のサマリーとなります。 記載の内容で進行していきます。まず、簡単に自己紹介をさせていただきます。リバイトの上本と申します。弊社は、ウェブシステムの開発やウェブコンテンツの制作などを行っております。私自身はバックエンドエンジニアとして活動しており、主に PHP のフレームワークであるナラベルを使用した開発を行っております。 また w e b d e v e l o p m e n t Essentials の資格を保有しており、その経験を生かして本日は試験対策や覚えておくべきポイントを皆様にご紹介できればと思っております。w e b d e v e l o p m e n t Essentials についてこれまでにもさまざまなセミナーを実施しております。まず w e b d e v e l o p m e n t Essentials の進すすめでは 試験の全体的な概要、効率的な学習の進め方、そして資格取得のメリットについて紹介しております。そして、絶対合格使用シリーズでは、Web Development Essentials の各トピック、例えば HTML、CSS、JavaScript、Node.js、SQL といった分野を解説しております。これらのセミナーをまだ ご覧になられていない方は、YouTube の LPI 日本支部のチャンネルにて公開しております。ぜひともそちらをご覧いただき、今後の学習のご参考にしていただければと思います。<laughs> 本セミナーで取り扱う範囲は、LPI 公式サイト参照のトピック0 3 5の Node.js サーバープログラミングを 深掘りした内容となっています1章と2章では、Node.js と ejs テンプレートエンジンと SQL を組み合わせて作成された名前登録と検索機能を持つ簡易な Web アプリケーションの処理の流れを通して、データベースのテーブルの属性設定やボディパーサー、パラメータの取得方法などについて詳しく解説いたします。 そして三章では、試験範囲でもあるセキュリティの脆弱性について解説いたします。具体的には SQL インジェクションやクロスサイトスクリプティングなどの脅威について、それらがどのようにしてセキュリティを侵害する可能性があるかについて見ていきます。なお、本セミナーでは、HTML、JavaScript の基本的な 記述方法の理解及び Node.js, ejs, sql のインストール方法やサーバーの起動方法などの基礎知識があることを前提に解説を進めていきます。もし分からない点や不安な点がある方は YouTube の LPI 日本支部のチャンネルから Node.js サーバープログラミング編をご確認ください。その後、こちらの動画を 後日いつでもご視聴いただけますのでご自分のペースで学習を進めていただければと思いますそれでは1章に移りますこの章では名前登録機能を持つ簡易ウェブアプリケーションのソースを行動を通して解説していきますまずどのような機能かを簡単に説明いたします 左の画像はサーバーを起動した後にページを開いた状態です。名前を入力するテキストフォームと送信ボタンが存在します。右の画像はデータベースのテーブルとなります。最初は空の状態でデータがありません。入力に、入力欄に文字を入力します。ここではタロという名前を入力したとします。 その後に送信ボタンをクリックすると、データベースのテーブルの ID カラムには数字の1、ネームカラムには太郎というデータが保存されます。また、タイトルの文字列は名前リストに登録から保存しましたに変わりました。それではまずはデータベースとテーブルの作成部分から見ていきます。 こちらがテーブルを作成するためのソースコードです。database.js というファイル名を想定していますが、ファイル名は拡張子が .js であれば何でも問題ありません。まず、require 関数を使用して、sqlite3 のモジュールをインポートしています。node.js では、 外部モジュールをインポートするためにルカイアー関数が使われます。const <laughs> sqlite3 で読み込んだモジュールオブジェクトを定数に割り当てています。なお、定数名は任意の名前でも問題ありませんが、以降、定数を通じてモジュールが持つプロパティやメソッドに アクセスするので、その定数が何を表しているのかを明確に表すようにつけるのが一般的です。入園算子は新しいオブジェクトのインスタンスを作成する際に使用します。ここでの sqlite3.database は SQLite3 モジュール内のデータベースクラスを指していますサンプル .sqlite3 を引数で渡していますこの場合のサンプルはデータベース名を表し任意の名前を用いることができます拡張子は .db S, s q l i t e s q l i t e 3のいずれかを指定する必要があります。もし指定したデータベース名のファイルが存在しない場合は、自動でファイルを生成してくれます。こちらの新しく生成されたデータベースオブジェクトは、定数 db に格納していきます。 .run は引数に指定した SQL コマンドをデータベース上で実行するメソッドです。引数で指定された SQL コマンドを見ていきます。CreateTable は新しいテーブルを作成するための命令です。その後にテーブルの名前を指定しています。ここでは NameList。 としています。その後にテーブルが持つべき列とそのデータ型を定義します。この部分を詳しく解説していきます。ここでは名前の登録に使用するテーブルの作成を行いたいので、id 番号と名前が保存できるテーブルを作成していきます。 ID という名前の列を設定しています。その後にデータ型と属性を指定していきます。データには整数が入ることを前提としているので、このようにインテジャーを指定します。テーブル内に同じデータを挿入できなくするために、プライマリキーを属性として指定します。 プライマリキーは主キーと呼ばれ、各行を1位に識別するためのキーであることを示しています。データが格納されるたびに、自動で数字の連番が挿入されるように、オートインクリメントを指定します。次に、名前のデータを保存する場所として、 ネームからも指定します。データには文字列が入ることを前提としているのでこのようにテキストを指定します。こちらのファイルを実行するとテーブルが作成されます。テーブルが作成されたので次に名前を登録するための処理を見ていきます。 こちらが全体のソースコードとなります。<laughs> 詳細は後ほど見ていきますが、左のサーバー .js ファイルは n o d j s による処理部分です。右側の Views フォルダー内の index.ejs は見た目の部分で、こちらは ejs テンプレートを使用しています。それでは最初から順に 処理の流れを追っていきます最初に必要なモジュールを読み込み、それらを定数に格納しています。定数に代入することで、以降のコードで、この定数を通じて、モジュールの機能にアクセスできるようにしています。まず、リ e q u i r e e x p を使用して、 エクスプレスのモジュールを読み込んでいますこの部分はテーブル作成のサイト同様で SQLite データベースに接続するためのモジュールを定数に代入しています。Express は上で読み込んだ Express モジュールの関数を呼び出すと 新たなエクスプレスアプリケーションのインスタンスが生成されます。このインスタンスは Web サーバーとしての各種機能、例えば Get や Post などを提供するオブジェクトです。これを App という定数に代入しています。最後に定数ポートを定義し、その値を3000に設定しています。 サーバー .js の最後の行の app.listen では、このポートを指定してサーバーを起動しています。さらに下の部分を見ていきますアップ。app.use は Express のメソッドで、 エクスプレスアプリケーションのミドルウェアを設定するために使用されます。ミドルウェアとはサーバーがリクエストに対するレスポンスを返す前に、そのリクエストとレスポンスを操作するレイヤーを指すものです。エクスプレス .urencoded はエクスプレスの関数で、 ポストデータを JavaScript オブジェクトとして扱えるようにデータを解析する設定を行います。Extended True はミドルウェアの設定オプションで複雑なオブジェクトも解析できるように設定しています。今回の簡易アプリケーションではこのオプションがなくても動作しますが明示的に記述することが推奨されています。 ただし、この詳細まで覚える必要はなく、UR エンコーディットがポストデータを解析するものだと覚えておけば十分です。app.set はエクスプレスアプリケーションの設定を行うメソッドです。第一引数に設定名、第二引数にその設定値を指定します。 ここでは ViewEngine という設定を EJS に設定しています。これはこのアプリケーションでは EJS というテンプレートエンジンを使用するという設定を行っていくことを示しています。これにより Express は EJS のテンプレートを解釈し、データを埋め込んだ動的な HTML を作成できます。 ド p ト g e t はエクスプレスのメソッドで、特定の g e t リクエストが来たときの動作を定義します。第1引数にはルートパスを、第2引数にはリクエストオブジェクトとレスポンスオブジェクトを引数に取るコール,コールバック関数を指定します。この場合、第1引数にはスラッシュが指定されているため、 URL が http:// ロンスラッシュスラッシュローカルホストコロン ://3000 からアクセスすることができます。例えば、ここでスラテストと指定すれば URL はローカルホスト ://3000、スラテストとなります。 リクエスト、レスポンス、コール、ダイナリと続く部分は、リクエストが来たときに実行されるコールバック関数です。リクエストはクライアントからのリクエスト情報を含み、レスポンスはクライアントへのレスポンス情報を制御します。引数名は一般的には、レク、レスと記述されることが多いですが、ここでは 分かりやすさのために、リクエストとレスポンスとしています。レスポンスドット r e n d e r はエクスプレスのレスポンスオブジェクトのメソッドで、特定のテンプレートを用いて HTML を生成し、クライアントに送信します。第一引数にはテンプレートファイルの名前。 第二引数にはテンプレートに渡すデータを指定しますここではテンプレートのファイルの名前としてインデックスを指定していますエクスプレスはデフォルトでプロジェクトのルートディレクトリにあるビューズディレクトリをテンプレートファイルの格納場所と見出します EJS が テンプレートエンジンとして設定されているため、インデックスと記述するだけで、自動で、ビューズスラッシュインデックス .ejs のファイルをレンダリングします。レンダリングとは、サーバーがデータとテンプレートを組み合わせて HTML を生成し、それをクライアントに送信するプロセスのことを指します。 最後にテンプレートに渡すデータを指定しています。ここでは名前をリストに登録という文字列をタイトルという名前で渡しています。では次に処理の流れに沿って e w s i n d e x j s のファイルの説明に移ります。この ejs のテンプレートは 基本的な HTML 形式で書かれていますが、EJS の特別なタグを見つけると、それは JavaScript コードとして処理され、その結果が HTML に挿入されます。ここでは EJS テンプレート内で JavaScript の変数を利用しています。具体的には、小なりカッコ、イコール、パーセント大なり。 いうタグを使ってタイトルという名前の変数を HTML に挿入しています EJS テンプレートがレンダリングされるときこの変数の値は JavaScript から提供されるデータオブジェクトから取得されます結果的にここの部分はタイトルという変数が持っている値つまり名前をリストに登録 として HTML に表示されます。HTML のホームタグはデータをサーバーに送信するための機能を提供します。ここでは、このホームがデータを送信する先の URL をスラッシュホームというパスとして指定しています。次に、ユーザーがテキストを入力し、 送信ボタンをクリックした後の処理について見ていきますスラッシュホームというパスに対してポストリクエストが送られた時の動作を定義していますこれはアップドットポストメソッドを使って行われますリクエストドットボディ を使用して http リクエストの本文中に含まれるデータにアクセスしています。これにより、ポストリクエストに含まれる情報をサーバーが利用できるようになります。この動作が可能な理由は、エクスプレスのミドルウェアの一つ、ボディーパーサーのおかげです。これにより、リクエストの本文に含まれる データを解析することが可能になっています。また、a p p u s e e x p r e s s u r e n c o d e d を使用してデータを解析するミドルウェアを設定していることも重要です。これにより、p o s t クエストの本文に含まれる URL エンコードされたデータを解析することができます。 送信されたデータの中から、ネームというキーで送られてきたデータを取り出し、それを name に、定数のネームに格納しています。これにより、ユーザーがホームで入力した情報をサーバーが受け取り、その後の処理に使用できるようになります。 ここでデータベースにデータを保存するために SQLite3 データベースに接続します。こちらのソースコードはテーブル作成時と同じです。次にデータを挿入する Insert 文の SQL を実行します。n a m e ストというテーブルの n a m e ィールドに先ほどの ホームから取得したネームの値を挿入しています。はてな記号はプレースホルダーとして機能します。こちらのプレースホルダーにネームの値が代入されます。プレースホルダーを使用する理由については参照の SQL インジェクションで説明をいたします。 こちらの SQL を実行することで、データベースにデータが保存されます。挿入されたテーブルのデータを見ると、ID 列には1、ネーム列には太郎というデータが保存されました。最後に、Index という名前の EJS テンプレートをレンダリングしています。 テンプレートに渡すデータオブジェクトとして、タイトル変数に保存しましたを指定しています。それでは、ビューズスラッシュインデックス .js ファイルへ移ります。保存しましたという文字列がタイトルの変数として ejs テンプレートに渡され、レンダリングされています。 一章についての解説は以上となります。それでは次に名前検索機能を持つ簡易ウェブアプリケーションを通して解説していきます。<laughs> まずはどのような機能かを簡単に見ていきます。左の画像はページを開いた状態です。 会員検索というタイトルの下には ID 番号を入力する欄があります。右の画像はネームリストテーブルの中のデータを表しています。ID 番号を入力します。ここでは1とします。送信ボタンを押すと、会員名。 の横にに入力した ID 番号づく簡易名が表示されますデータベースからデータを取得して表示しています。こちらが全体のソースコードとなります。詳細は後ほど見ていきますが、左のサーバーアンダースコア・サーチドット・ジェスファイルは Node.js による処理部分で 右側の Views フォルダー内の search underscore index.ejs は見た目の部分です。こちらは ejs テンプレートを使用しています。赤く囲まれた部分は getRequest で入力画面を表示させる処理となります。一章の登録機能と同じ動きとなりますので説明は省略いたします。 ゲットリクエストで検索ページをアクセスした後から説明を行います。こちらが ejs テンプレートファイルの searchindex.ejs です。ホームタグのメソッドは、一章の名前登録機能では post を使用していましたが、get を使用しています。 例えば、入力欄に1を入れて送信すると、URL クエリパラメーターとして、クエッション ID="1" のように URL の後ろに付与されます。それではサーバー、server-search.js のファイルに戻ります。 ここでスラッシュサーチというパスに対してゲットリクエストが来たときの動作を定義しています rec.query はリクエストオブジェクトのプロパティとして URL のクエリ文字列を取得しますここではドット .id として、ID、パラメータの値を取得しています取得した値を ID という名前の定数に格納しています。クエリパラメータについてもう少し詳しく見ていきます。他の例で見ていきます。こちらは console.log で受け取ったクエリを ターミナル上で表示させる処理を書いています。先ほどと同様に、request.query は getRequest の URL に含まれるクエリパラメータを取得します。2つのパラメータを指定しています。例えば、URL の末尾を q u e s t i o n c i t y ル東京 ア,ンドアドレスイコール銀座とアクセスしたとします。複数のパラメータを渡す場合は、クエリ文字列を、えー、アンドで区切って、パラメータのキーと値のセットを設定します。ターミナルではこのように表示されます。City というパラメータ名で東京、 という値を、アドレスというパラメーターで銀座という値を渡していることになります。パスパラメーターについても、ここで説明を行いたいと思います。パスパラメーターでは URL に直接値を埋め込んで取得できます。 第一引数の指定パスに、コロン、文字列のように、コロンで始まる箇所が動的に変化するパラメーターになります。リクエストパラメーターは、リクエスト・ドット・パラムズを使って取得することが可能です。 ここでも2つのパラメータから取得したいので同じように書いています。例えば、スラッシュ東京スラッシュ銀座とアクセスした場合、ターミナルには URL のパラメータの値が表示されました。パスパラメータを利用するケースとして、 ユーザー前の専用ページが存在するようなサイトは、ユーザー前に異なる ID を取得しなければなりません。このような場合は、パスパラメータで実装される場合があります。それでは、再度 server、serversearch.js に戻ります。 取得した ID 番号の情報をもとに、会員名を検索したいので、これまでと同様にデータベースに接続します。データを抽出するセレクト文を使います。検索条件の絞り込みをするために、w e a r c を使っています。 SQL の w e ア r クについて詳しく解説いたします。w e ア r クとはテーブルデータの検索条件を指定するための SQL 構文です。Where の後ろに、イコールであったり、ビックリマークイコールなどの演算子や、And、Or などの 論理演算子を使って条件を指定することができます。具体例を見ていきます。例えば、ID が1と等しくないデータを検索したい場合、Where の後ろに ID ビックリマークイコール1と不統合の演算子を用いることで抽出できます。次に、 もし ID が1かつネームが二郎のデータを検索したい場合は ID イコール1、ID="1",& ネームイコール二郎と、AND を用いることで、複数の条件に一致したデータを抽出できます。次にもし ID が1またはネームが二郎のデータを検索したい場合は、 先ほどの And の箇所を o r に変えることで、どちらかが片方が条件に一致しているデータを抽出することができます。それでは、再度サーバーサッチ s a t c j s のファイルに戻ります。ここで指定したセレクト文を実行した結果が このコールブック関数に渡されます。第一引数には、データ取得時にエラーが発生した場合に、エラーオブジェクトに入ります。引数名は何でも良いですが、明示的に分かるように、エラーの ERR としています。第二引数は、 取得したデータオブジェクトが行単位で取得できます。引数名は行という意味のローとしています。i f エラーではもし何かエラーが発生した場合は、コンソールに出力する処理を記述しています。そして最後に less.render 関数を用いて、 検索結果を表示するためのビューファイル、index n d e r s e a r c h e j s をレンダリングします。このとき、第2引数として渡されるオブジェクトを用いて、ビュー内で利用可能なデータを設定します。Name プロパティには、データオブジェクトのロ o w から .name で ネームカラムのデータを取得して渡しています最後に SearchIndex.EJS 内でネームという変数がレンダリングされこれにより会員名が表示されます それでは最後にウェブアプリケーションのセキュリティ脆弱性について解説していきます。まずはじめに SQL インジェクションです。これは悪意のあるユーザーがウェブサイトやアプリケーションのセキュリティを侵害し、データベースに不正な操作を行う攻撃手法の一つです。 この手法はデータベースへのクエリ、SQL 文に対して不正な値を挿入することで行われます。例えば、脆弱性のあるウェブサイトのログインフォームでユーザー名とパスワードを入力する際、SQL 文をそのまま入力すると、その SQL 文がデータベースで実行されてしまい、不正なユーザーはデータベースの内容を読み出したり、 変更したり削除したりすることが可能になります。SQL インジェクションを防ぐためには、ユーザーからの入力をそのまま SQL 文に組み込むのではなくて、プレースホルダーなどを使用して、SQL 文を安全に生成するようにすることが重要です。簡単な例を見ていきたいと思います。 こちらの例では、会員検索の入力欄に、1、セミコロン、ドロップテーブル、ネームリスト、セミコロンという文字列を入力して送信するケースで考えています。すると、対策の取られていない Web アプリケーションでは、ドロップテーブルという テーブルを削除する SQL 文が実行されてしまいます。その結果、ネームリストというテーブルがデータベースから削除されてしまいます。こちらがソースコードの処理部分です。検索時の処理において、SQL 文のウェアアの後ろの部分で入力された文字、 を変数で受け取っていますしかし、これは悪意あるユーザーが SQL 文を操作できる危険性を含んでいます。もし変数で値を受け取った場合、実行される SQL 文はセミコロンで区切られて、SQL 文が結合された状態で実行されます。 これが SQL インジェクション攻撃を可能にする要因の一つです。ただし、実際は SQLite のデフォルトの設定では、一度に1つの SQL 文しか実行しない設定になっていますので、上記のような行動が成功することはありません。しかし、SQL インジェクションの対策をしっかりと施しておく必要があります。それでは対策方法を見ていきましょう。 このようにプレイスフォルダーを使用すると SQL 文の特定の部分が動的に変更可能となります。プレイスフォルダーは通常、宛名記号で表現され、後に続く配列の値によって置き換えされます。プレイスフォルダーによって提供された値はあくまで値であり、 SQL 文として解釈されなくなります。そのため、SQL 文に影響を及ぼす特殊文字が含まれていても、それらは影響を及ぼさなくなります。次に、クロスサイトスクリプティングを説明いたします。Web アプリケーションのセキュリティの脆弱性を 攻撃者が利用し悪意のあるスクリプトをウェブページに注入するという攻撃のことですこのスクリプトはユーザーのブラウザー上で実行され攻撃者にユーザーの情報を送信する可能性があります図を使って掲示板サイトの投稿が利用されたケースを例に説明します1初めに 攻撃者はウェブサイト上に罠を仕掛けます。これは例えば、面白い画像が見れるよといった形でウェブ掲示板に投稿され、その中に悪意のあるリンクを書き込んでいたとします。2、次にユーザーがこのリンクをクリックすると、罠に仕込まれたスクリプトが送信されます。このスクリプトはブラウザーに対して 攻撃者のウェブサイトにアクセスし、ユーザーのクッキー情報を送信するという命令を出します。3、ブラウザーはスクリプトの命令に従って、新たなウェブページ、攻撃者が管理する際、ウェブサイトを開き、そこにユーザーのクッキー情報が送信されます。4、 その後、ユーザーのブラウザー上でスクリプトが実行されます。このスクリプトはユーザーのクッキー情報を読み取り、それを攻撃者のウェブサイトに送信します。最終的にユーザーのクッキー情報が攻撃者のウェブサイトに送信され、攻撃者によって収集されます。これにより、攻撃者はユーザーのクッキー情報を利用して、 ユーザーとしてそのウェブサイトにログインし、さらに重大な個人情報の盗みを試みることが可能になります。このような攻撃から身を守るためには、ウェブアプリケーションのセキュリティ対策が必要です。特にユーザーからの入力をそのまま表示するのではなく、適切にエスケープやサニタイズ、つまり入力値の中から 危険な部分を取り除くことを行うことが重要です。最後に、クロスサイトリクエストフォージリを説明いたします。こちらも Web アプリケーションのセキュリティの脆弱性を抗議者が利用し、信頼性のあるウェブサイトに対して、ユーザーのブラウザを通じて 悪意のあるリクエストを送信するという攻撃のことですこの結果ユーザーが意図しないアクションが実行される可能性があります図を使って銀行サイトに対して攻撃を受けたケースを例に説明します1攻撃者はウェブサイト上に悪意のあるコンテンツやリンクを設定します例えば攻撃者が ユーザーがワナページを訪れたときに、自動的に銀行サイトへリクエストが送信されるスクリプトを埋め込んでいたとします。2、ユーザーは銀行のウェブサイトにアクセスし、自分のユーザー名とパスワードを使ってログインします。ログイン処理自体は安全で、ここではまだ何も問題ありません。 ユーザーがログインに成功すると、サーバーはセッション ID を発行します。これは一時的な識別紙で、サーバーはこの ID を使ってユーザーの状態を追跡します。セッション ID は通常、ブラウザーのクッキーに保存されます。4、ユーザーがウェブサイトに閲覧する間、 サーバーはこのセッション ID を使ってユーザーを識別し、ログイン状態を維持します。5. ユーザーが別のウェブページを開いたとします。このページは悪意のある攻撃者によって作られたもので、何らかの方法、例えば誤解を招くリンクや誘導的なコンテンツでユーザーを誘導しています。 ユーザーはこの罠ページが悪意のあるものだとは知りません。6、閲覧やリンクのクリックにより利用者の意図しない攻撃リクエストを Web アプリケーションに送信します。このリクエストはユーザーがログインしているオ,ジオリジナルの Web サイトに対して送られます。 攻撃者はこのリクエストによってユーザーに代わって何かを実行しようとします。例えば、パスワードの変更や送金、機密情報の表示、アカウントの削除などが可能です。これらの操作はすべてユーザーが意図しないものであり、ユーザーは何が起こったのかを知らないかもしれません。Web アプリケーションの対策として、 リクエストに1位の CSRF トークンを付与する方法です。ユーザーがホームを送信する際、サーバーはこのトークンを検証します。もしトークンが一致しない、または存在しない場合は、リクエストは拒否されます。いかがでしたでしょうか ?Node.js SQL は特に難しいパートです。 学習の際はぜひ過去のセミナーや本セミナーを見返していただき出力結果を確,し確認しながら繰り返し行動を記述して学習しましょう。以上を申しまして今回のセミナーを終了とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。